全国の柿の生産者が味を競う大会でグランプリを受賞した水産会社が姫路市の清本市長を表敬訪問しました姫路市の清本市長を表敬訪問したのは全国柿ワングランプリで初代グランプリを受賞した姫路市白浜町の水産会社ハリマナダの3人です今年2月に東京の豊洲市場で開かれた 1> 第1回全国柿ワングランプリは宮城や広島など全国およそ120の生産者が参加し生殖用と加熱用の2つの部門でかきのおいしさが競われ播磨灘は生殖用部門の養殖かキューティーかで初代グランプリを受賞市長がグランプリに輝いたかきを試食しました。 いやおいしいわ <laughs> これポン酢も何もつけてないの、ね、に初代のね、えー、グランプリということで非常に光栄に思っておりますたくさん出せないんで、えー、限られたところでね姫路市内でもやっぱり限られたところでしか販売できないと思うんでぜひぜひそういったところの店舗へ出向いて頂い,いて食して頂ければこのほか相生市と辰野市の生産者が 準グランプリを受賞しています。